完成しましたね。おめでとうございます。でもちょっと心配です。二要求の覚醒で何か起きないか。あの十天将の姉ちゃんのことか。なんかずいぶんこいつが気に入ったみてえだけど。はい、なんだかすごく戦いたがっていたように思えて。まあ大丈夫じゃねえか。こいつなら心配いらねえよ。くたびれたわ。久しぶり。あなたたちがここに来たと知って、ついに二要求が覚醒するんだって思うと、いても立ってもいられなかったの。あなたやっぱり気配がすっかり変わってるねえ。化け物になった自覚はある？それとも今でもあなたは人のまま？そんな、何も変わってません。前と同じままです。本当にそう？あなたは私と並ぶ、ただ一人の弓の使い手なのに。また化け物談義かよ。勘弁してほしいぜ。な、姉ちゃん、何がしてんだ？何って、言ったでしょ？覚醒者の力を試すのよ。今のあなたを見て、人がどう思うのか、今のあなたが私をどう思うのか、知りたいの。ずっと待ってた。あなたみたいな人を。もう、待ちくたびれちゃった。ほら、二要求も泣いてるじゃない。真の力を使いたがってる。待ってください！二人が戦ったら、きっと無事では。大丈夫。お互いの力を試すだけよ。獣たちがじゃれ合って、相手の力を測るように。おい！お前も本気で相手する気はねえだろ？早くここから。逃げたって無駄よ。私は天性の狩人。獲物の痕跡をたどり、見つけて撃つ。逃げ場なんて与えないわ。行くわよ。あなたの力見せてちょうだい。二要求に認められたあなたの力見せてもらおうかしら。いざ行かん。私に続け。正義は我らにある。まだ行ける。私が盛り上げよう。どうだ。聞いて。いや、どいて。私は天性の狩人。この一撃は外さない。任せろ。私やる。終わりにする。聞いて。どけ。チューニングは万全だ。我が道を切り開く。行くぞ。どうだ。どけ。相手にとって不足なし。遅れるなよ。
て敵を響け、その魂にまでエジテレントリバーチェンさせない。私の天性のバリード化け物と呼ぶにふさわしい力を発揮。いざ行かん、私に続け。邪魔はさせない。私が盛り上げよう。てっどうだ。私がお相手しましょう。心配ありません。これで終わりにしましょうか。どうだ、行くぞ。調子が。行くぞ。相手に身の程を知るがいい。相手に不足はない。どけ。私は天性の狩人、この一撃は外さない。私がやっだが、インパクトスラッシュ。さっさっまだだ、まだ戦える。砂漠の雷を焼き尽くせ。私たちの歌、みんなの心に響け。さあ早く行こう。私負けちゃったのね。すごい、私負けちゃったんだ。な、大丈夫か姉ちゃん、怪我とかは。あの、どうして孫さんは戦うんですか？理由を教えてください。なんだか孫さんが敵意を持っているとは思えなくて。寂しかったから。え？昔住んでた町の人は私のこと、私の力とかを知れば知るほど私から離れていって、それが嫌で故郷に帰っても外に移った私にみんなよそよそしくて、私何にも変わってないのに。あ、それは辛いです。うん、でもよ、それとオイラたちと戦うことと何の関係があるんだ？うん、十天衆になってやっと仲間に出会えたって思ったんだけど。ふむふむ。十天衆は十天衆でドライなの。一緒にご飯も食べないの。なんだそりゃ。わかります、その気持ち。私、気空団のみんなとご飯食べるの大好きです。それがなかったら寂しいですね。でしょ？せっかくいい感じのお店見つけて声かけても、みんな自由すぎるの。点で集まってくれないの。せっかく強い人同士で集まってるのに、仲良くなる余地もないっていうか。そりゃ、仲良しグループってわけじゃないのはわかってるけど、でも、なんかこう、ね？十天衆には女の子もいるけど、旅行行ったりランチしたり、そういう仲じゃなくって。
通の女の子らしいことをワイワイやるのちょっと憧れてたんだけどね。普通の女の子らしいこと、そうですね、憧れますよね。勝手に期待した私も私だけど、なんか十天衆ってイメージと違ってて、だから私を化け物扱いしないような強い人たちを十天衆の他に見つけたくて。ソーンさん、寂しかったんですね。ルリアちゃん、わかってくれるの？はい。ソーンさん、私たちとお友達になりましょうよ。私ほっとけません。なんか境遇が私と少し似ている気がして。ルリアちゃんも力のせいで寂しい思いを？はい、エルステ帝国の施設から逃げ出すまでずっと。そっか、よかったね、団長たちと出会えて。はい、だからソーンさんのことやっぱり放っておけません。だから私たちは今日からお友達です。じゃあ、なんかそのまま旅に連れて行っちまいそうなノリだな。え、違うんですか？さっき友達と旅行したいって。私たちのは旅行とは少し違いますけど。いやあ、カリオド姉ちゃんも四六時中一緒ってわけにはいかねえだろうし。そんなの聞いてみなきゃわからないじゃないですか。どうですか、ソーンさん。うん、行く、一緒に。弓のことなら私に。やっぱりうまく言えないな。シェロカルテってよく思いつくよね、ダジャレ。無理してたんですね。